NASA は2030年代に人類を火星に送ることを目標にしています。地球から火星までは最短距離でも7528万キロ、片道だけでも半年以上かかります。考えたくはありませんが、宇宙飛行士が宇宙で不幸にあった場合どうなるのでしょうか。どうもこんにちは、リンです。今回は宇宙空間で命を落としたらどうなるのかについてお送りいたします。他にもどんなことになるのか、あなたもぜひコメント欄に書いてくださいね。では行ってみましょう。ネタざんまい。ネタざんまい。宇宙空間での死。宇宙は宇宙服などの装備なしでは生きられない空間ですが、実はこれまで打ち上げ期間中の事故を除いて宇宙空間で亡くなった人は一人も存在していません。しかし火星など他の星に行くために地球を遠く離れ長い時間をかけて航行を行う場合、これまでに経験したことがない事態に遭遇することは想像に難くありません。もしそれが死であるならば、果たしてどうなるのか、次から詳しく見ていきましょう。宇宙葬ができる？アニメや SF 映画のように遺体を宇宙葬と称して宇宙空間に放出すればいいと考えているあなた、残念ですがそれは国連の決議によって禁止されているのです。それはもし多くの遺体を宇宙空間に投棄すると衛星に衝突する恐れがあるため。また生物が生息する惑星があったとして、そのようなところに遺体が到達した場合、地球外生物が寄生する恐れもあるからです。想像してみたら怖いですね。なのでもしあなたが宇宙葬をしてもらいたい場合は、米国内に実在する宇宙葬業者に依頼するしかありません。火葬された遺灰をカプセルに入れてアメリカの業者に送れば、人工衛星に積まれて打ち上げられます。ですので人によっては初の海外旅行と宇宙旅行が同時に経験できるのです。吹き飛ばされる？遺体を投棄することはできないとはいえ、そのままだと新たな問題が発生します。遺体の安置に必要な場所が不足するのです。船外活動の中で死亡事故が起こった場合、活動服に収まった状態で遺体が保管されることになります。しかし死後の遺体は腐敗を免れることができません。腐敗に伴う臭いの発生や流出物などは宇宙船の衛生状態を悪くします。宇宙を航行する飛行士たちにとっては非常に大きな問題になるのです。そこで思い切って遺体を投棄したとしましょう。すると地上では起こり得ないことが発生するのです。無重力状態にあり空気が存在しない宇宙空間では、同じ速度で移動している物体は同じ運動を続けます。そのため船体から宇宙空間へ遺体を放出して埋葬しようとしても、原則的にはずっと宇宙船についていき飛行を続けてしまうのです。そのため実際に遺体を宇宙空間にうまく埋葬するためには、小型の噴射装置などを用いて宇宙船の軌道から遺体を分離させる必要があるとのこと。つまり人工的に吹き飛ばされてしまうのです。食べられる？大航海時代、嵐などで航行ができなくなり何日も漂流を続けることがありました。あらかじめ積んできた食料や水は底をつき、乗組員は次々に命を落としていきます。そんな状況で生き残りをかけた乗組員が取りうる選択肢の一つが、亡くなった人の体を食べるというもの。宇宙でも同じように複数のクルーが存在し、しかし目的地までに必要な食料が不足している。そんな究極の環境下では、誰か一人が最終的に生き残ることを目的に、他のメンバーが自ら命を絶ち、最後の一人が人体を栄養源とすれば、当面の危機は乗り越えられるのかもしれません。新しい世界に旅立つ際、そこには必ず何らかのリスクがつきものなのですが、あなたが宇宙飛行士の一員だとしたらどうしますか？
宇宙空間に放り出された後は。もし宇宙空間に放り出された場合、遺体は放り出された速度をずっと維持しながら宇宙空間をさまよいます。菌がいなければ当然腐敗せず、酸素がなければ当然酸化もしません。血液が沸騰したり、体が爆発したりするなんてこともないのです。ですが、宇宙空間は超高温、超低温の極端な環境です。遺体は次第に物として保てなくなります。遺体はバラバラになっていくなり、膨大に漂う岩石や隕石に衝突され破壊されるなり、星の重力に引きつけられるなりして、長い期間を経て原子レベルまで分解されることでしょう。最後は無です。運よく星からも隕石からも逃れられても、太陽系で放り出された以上は太陽の重力により、螺旋状に徐々に太陽に近づき、最終的に燃え尽きます。遺体が無になるまで相当の時間がかかりますが、あまり見たくないものであることは間違いありません。いかがでしたでしょうか。もっと他のネタが見たいというあなたは、当チャンネルをじっくりとご覧くださいね。ご視聴ありがとうございました。ご登録お願いします。